あなたがどっかでですね、ノーとはっきり言えないっていうところに問題があります。母やらかしたさん、昔問題児だった息子にしたしつけ、今でいう虐待行為、問題児ではなくなり3年間、その間も嫌われ続けてほとんど関わりがなく、会うことも極端に減りました。彼の私への怒りが増幅する一方です。今は私をちらっと見るだけで怒り狂うほど、接触がなくなったのにそれだけの怒りがまだあるというのが辛いだろうなぁと心配なんですが、もう関わりがないのに憎しみが増すのは何でしょうかと。そりゃ息子さんが嫌う努力をしてるからですよ。あなた、あのゴキブリやネズミ、ヘビ、ムカデを嫌う努力ってしますか？嫌いだもんね。でもね、どっかで嫌う努力をする、近づくなよみんなよって、なんで彼が言うかっていうと、そうしちゃうともっと嫌って怒りたくないからだと思います。だから彼は彼なりに今自分と戦い、まあ多分今の子離れの時期なんでしょうね。でも本当に彼がですね、完全に大人になることができたら、今度は大人同士としてまた関係性は変わります。思春期の頃っていうのは、まあ子供がちっちゃい時はね、いっぱい愛してあげなきゃいけないんですけれども、思春期の時は信頼して手放すっていうことがとても大事なんですよね。だから多分あなたにとっても、それが今とても大事かなと思います。本当に完璧に彼が大人になったら、また新しい関係がスタートしますから、そこから再構築なんですよね。大丈夫だよ、まだいっぱい可能性はあります。みそらさん、不倫関係にあった前彼のことなんですが、彼は独身の方、はいはい、10年ぐらいお付き合いして別れたいというたびに脅迫して、怖くてずっと別れられなくて、でもやっと逃げれたと思ったのに未だに執着されてます。復縁は諦めたみたいですが、俺の人生を返せとか、なんで距離を空けたのだとか、人生アドバイスしてきたり、 LINE ブロックしたら裁判にするとか、やはり脅迫され、もう連絡してこないでとお願い、何度もしてるしても必ず連絡してきます。いつまた脅迫されるか、怒りのスイッチが入るか、怖くてたまりません。本来警察に行くべきですが、事情が事情なだけに行けないです。なんで、それは間違ってると思いますけどね。過去をずっとネチネチと言ってきたり、自分の思っていた答えじゃないと脅迫したりする人から逃げる方法について知りたいです。相手は私の言動一つ一つが気に入らないみたいで、本音で話せないし、話しても一向に理解してくれないです。内心彼も自分が嫌だとは言っています。これはですね、多分ですね、書かれてないですけど、執着してですね、あなたが反応する、強く言ってくるとあなたが従順であるので、強くいればあなたが従順になってくれると思ってるわけです。で、多分ですね、なんか嫌なことがあったりすると、あなたが発散先になってると思うんですけど、多分ですね、まあ、警察に行くのが嫌だったとしたら、間違いなくこれ弁護士さんに相談してください。弁護士案件ですね。内容証明とか直接話しましょうと言うと、多分、この人のタイプはもう一発だと思います。あとですね、本来警察に行くべき事案ですが、事情が事情だけに行ったって、全然守ってくれますよ、プライバシーは。だから、あなたがどっかでですね、ノーとはっきり言えないっていうところに問題があります。だから彼もですね、多分あなたの態度から見て、あ、まだ俺のことを好きなんじゃないかなと多分誤解してるんだと思います。だからそこではね、この種のタイプってきっぱりノーと言えるかどうか、それが言えなかったら第三者にそれを伝える、もうそこ言ってんですけど、だから多分ですね、すごく中途半端な態度を、申し訳ないけど、みそらさんはなさってるんだと思います。まあ、警察が嫌であればですね、間違いなく弁護士さんに相談されることでも、会わないよということ。で、多分ですね、彼が本当に、あなたが言うように、無茶をする人だったら、とっくにやってきてますし、その度胸は多分ないと思います。だから、弁護士案件
にされたらいいと思います。まあ、できたら、男性の弁護士の方がいいと思いますから、早速言っていただいた方が早いと思いますよ。いや、でも、だって、とかね、に風にならないでくださいね。そうするとですね、多分どん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 付け込まれてしまうと思います。ノーははっきり言わないと、多分本当に最終的にはあなたが隠しておきたいですね、家族との関係まで巻き込まれてしまいますから、今はっきりしておくことの方が大事だと思います。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。今日は講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね、9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分。費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから、意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。